ところは今の学会員たちはその一番単純明快な理屈は点で分かんないんですよ。まあ、僕らも向こうとしょっちゅうぶつかってさ、はい、あのその時その時のトレンドがあるわけだよね、はい、言い分が。そうするとその経緯をたどってくると結局は5分間なんか全部なんだって同じなんだよ、なんならいらないぐらいの考え方だね。こっちに我が胸中にご本尊はいらっしゃるんだから、うん、だから何もそんなに外のものにこだわらなくてもものだよ、外のものにこだわらなくてもいいんじゃないのっていう。で、なんで拝むのっていうと、まあさ、空中を拝むわけにいかないし、ちょっとしたこう的みたいな言い方するからね。まあ、だからじゃあ何でもいいってことですか。そうなんですよ、ミドムのご本尊でもいいってことですか。まあ、こっちに信じてあればって言うよ、本当に言うと。それが人によってみんなまちまちだね、うん、ダメだって未だに言う人と、でこっちがなんでダメだって追求すると結局しどろもどろになっちゃうから、なんでもいいんじゃないって、なんでもいいんだよ。でも大体のは信心だね。信心ってのはさ、向こうの言う学会の言う信心って何だったら、創価学会を信じるのが信心だ、ね、だから創価学会さえきっちり信じてれば、あ、まあ極端に言ってどの本尊だっていいんだよ、この理屈になっちゃってるから。だからそこへいくら階段のご本尊様をもう信仰の対象、受理の対象としていたしませんって言われても、あ、そうなんだぐらいそういうレベル。しかもそれをこそこそ発表したんだね。そう、一面、普通だったら一面にさ書けよって話だよね。それ三面かなってさ、人が一番見ないところが3名なんだって。僕の記憶にあるのが、まだその時おじいちゃん生きてたんですけど、うん、そこを切り取って、その快速を変更したところを切り取って、うん、マークしてたんですね、おじいちゃんが。取り当たったよ、どういう気持ちで。だからそれをその気持ちが僕は分かんなかったんですけど、どっちの気持ちなのかな、うん、いやでもおかしいって思ってマークしたのか、うん、なんであそこマークしてたのかわかんない。いや、それは僕が大体想像できるのはおかしいと思うんだよ。だけど学会のこれは打ち出しなんだ、うん、なのでしっかり刻まなきゃと、これの新しい方針なんだと。確かにその時多分地区部長みたいなのやってましたからね、みんなにその伝えるためにマークしたのかな、うん、飲み込まなきゃと。でも自分の驚愕的な経験から言えば、戸田会長をそこまで信奉してたとすれば絶対おかしいと思うはずなんだ。真逆なこと言ってんのかね。戸田会長のあの着服経典は戸田会長とは書いてないからさ、でも一応戸田会長の時代に作られたっていう着服経典は、例えて言えばこのなんで家庭のご本尊に功徳があるのか、例えて言えば電球電源っていうかその大元のその大元があって、そこから電球が流れてきてるからここの電気に光がつくんでしょと同じように言ってんだよね。海岸の大本尊から電流が流れてくるから家庭の御本尊に功徳があるんだ、だからこの電流が流れない本尊は何を何でも全部、うん、ダメだって書いてあるわけ、はい、それと今回の原田さんの26年の発表では真逆なこと言ってるからね。そのような中央に電源の元があって、そこからこう電流が流れてくるような、そんなことはありえないって言ってるわけだよ。だから おじいちゃんにしてみるとそれはもうなんだろう、っていう話だと思うんで。絶対思ってましたね、うん、だけど絶対口は裂けても言えないし、どうやってそれをこう心の中で折り合いをつけるか、なのでしっかり学ばなきゃ。で次の会合には何ならこれを言わなきゃいけないわけだから、いやー悲しかったと思う。でもそういうもんだ、そういうもんだ。